おい、おいこの便所虫、おいこのクソ便所虫柴田、おい、お前何が、この柴田様から今度は逃げるのよーあ,あいつ俺がお前みたいな小物から逃げたんや、おい、言ってみろや。 なあ顔面にいっぱいひじきつけやがってよお前あれなんやろお前かまってちゃうのやろそんな冷蔵庫みたいなガタイしといて本当は寂しがり屋のかまってちゃうのやろお,いお前あれやろ日本とゴリラのハーフやろこれゴリラの QI コードやろお前俺のこと好きやろげんこうやって動画出してこれゴリラの QI コードやまあでもねこの際ねはっきり言うよ俺は別にお前のこと嫌いじゃねえようん好きでもないどうでもいいどうでもいいいもうどうでもいいどうでもいい けどねさすがにここまで表立って喧嘩売られるとね切り裂きジャックの鈴木さんの異名を持つ俺は黙ってられねえから隣の町内会とか震えがらしてきたからいいよやろうああやろうあ,あかかってこいよ。 あ、ベンジョムシ、柴田、かかってこえよ、おい。プロレスとかダメやけんな。あ、総合格闘技ぞ、お前。パンチ、キック、寝技全部ありの。分かったかお前、この動画見て、やっぱりすいませんでしょ、ディシャ、ディシャ、ーんって言って、ひじき巻き散らかしながら謝ってきても、許さねえから絶対許さねえからそして俺がボコボコにしてやるよで、俺にボコボコにされて、お前は、野生に帰れ。お前の本来いるべき森に帰れ。 ああでそこでメスゴリラと交尾でもしてろ。わかったか、おいあ。逃げるなよ。お前逃げるなよ。絶対逃げんなよ、お前、おい。お前が噛みついたんだぞ。お前,だお前がこの仕事に噛みついた。